はい、まこねです。今日から皆さん私の勉強にちょっと手伝って付き合っていただきます。何かというと、私は日本ダイエット健康協会の一級相当のプロフェッショナルアドバイザーの資格を取るために今勉強しています。で、実は二級はね、もう3年ぐらい前、一級をその後受け行った時に、あまりにも問題が難しすぎて挫折した経験があります。だってさ、テキストは丸バツとか選択問題が多いのに、試験受け行ったらもうほとんど書き問題なんだもん。しかも今はね、コロナの影響もあって家で試験が受けられるようになったんだけど、その頃はもちろんテキストの持ち込みも禁止だし、本当受験勉強と同じだよね。まあそんな感じで一発試験受けたんだけど、あっさり落ちました。というか、問題もらった瞬間、あ、これは無理だなと思った。うん。そんなわけで、過去にはね、筋トレ中心にダイエットして、やったけど、今に至っては続かなかったっていう経験がある私なんだけど、今回はね、しっかりダイエットをしようと思ってます。そう。なので、この一級のプロフェッショナルアドバイザーの資格を取って、次にステップアップしたいと思っているので、皆さん協力してください。何を協力してもらうかっていうと、要はアウトプットです。自分の中で勉強したのをしっかり定着させるには、やっぱり、学んだことをしっかりお話ししないと、定着していかないと思うの。私の経験からね。まあ、それで、ちょっとしたね、資料を作ってお話しながら皆様に、私の簡単な講義を聞いてもらうっていうのが、これからの趣旨です。だいたいね、100回シリーズぐらいで考えてる。うん。そうすると、120回ぐらいかな。で、全部一通り、2級と1級の内容を網羅するって感じですね。で、1級のテキストも2級のテキストも、問1、問2みたいな感じで、問題が出てるの。それに対して、日本ダイエット健康協会として、回答していくっていうのが、テキストの趣旨になってるの。で、第1回目の今日は、まあ、健康を壊すダイエットでは意味がないっていう、問題です。と言ってもさ、まあね、誰でもさ、そりゃそうだろうって思うわけよ。ただ、テキストずっと学んでいくと、そうじゃないかもしれないな、そうじゃないと思ってる人も多いんじゃないかなって、思うところもたくさんある。だから、まあ私はね、この、2級はね、ここ1ヶ月間ずっと勉強してたんだけど、2級の勉強し直してやっぱり良かったなと思ってるんだ。まあ、それで、まあ、その大元の日本ダイエット健康協会は何者かっていうとね、でもね、ダイエットってそもそも、日本ではね、体重を落とすっていう内容で言われる、思ってる方多いんだけど、世界標準だとダイエットって体重を落とすっていう意味じゃなくてね、ダイエットってどっちかというと、食事療法とか体質管理とか、ダイエット、体重を落とすために必要な周りのその環境を変えていくっていうことがダイエットっていう言葉で使われてるの。でね、この日本ダイエット健康協会は、この健康的で正しいダイエット知識の復旧と発展を目的とした団体なのね。そう。とは言ってもね、私もこの団体を知ってて、この試験を受けようと思ったわけじゃなくて、ダイエットをしっかり勉強しようと思った時に検索したら一番最初に引っかかったっていうだけの出会いだったから、正直ね、勉強始めるまでは私もダイエットって体重を落とすことだとずっと思ってたよ。うん。だからみんながそう思ってても全然おかしくない。でも、海外の友達とかと話しすると、その感覚で喋ってるとなんか話にズレがあるのも事実。だから、前はズレがあったのはなんでかなと思ったんだけども、今考えるとね、そもそもダイエットっていう意味は、日本だけはちょっと違う。美容ダイエットとかね、もう健康ダイエットもそうだけど、まあそういうお話、体重を落とすってことになってたんだ。そう。でね、私はさ、今度1級を受けるんだけど、1級を受けるとこのプロフェッショナルアドバイザーという資格を得れるの。で、プロフェッショナルアドバイザーがどんなことをできる資格かって言ったらね、ごめんね、調べてなかったよ。そう。どこだったかな。
まあ、今度調べとく。まあでも今私は生活アドバイザーなんだけど、まあ生活アドバイザーで持ってる知識の範囲で、やっぱりね、友達とかに相談されると、これこれこうだよね、こうだよねってアドバイスすることもある。特にね、今インスタ中心に、まあ体重の経緯、YouTube でも言ってるようなことをやってると、まあもともとつながりある人から、ちょっとダイエットしたいんだけどっていう話は相談にされることが、まあある。ただね、私のやってるさ、16時間断食は、もうガチのガチのガチすぎるガチダイエットだから、そう、その基準でみんなにお話しすると、ドン引きされるわけよ。そう。だって、食事療法、まさに食事療法中心だもん。食事療法と時間管理、水分管理、睡眠管理、含めてのダイエットやってるから。ただ、日本のさ、問題ってのは、まあ、ダイエットの問題は、短期間で体重を落とせると思ってる人があまりにも多い。それはちょっと違う。まあ、そんな話は、まあ、今後も出てくると思うのもね。でね。じゃあ、この JDHA、まあ、ジャパンダイエットなんとかどうのこうの、のダイエットの定義。このダイエットの定義はね、こんなこと書いてある。ダイエットとは、人が本来備えている代謝機能を正常に保ち、日常生活を健康的に送ることができるための適正体重を維持、または獲得することを目的とした食事、身体活動、そのあらゆる生活習慣などの挑戦し、心身ともに活性化させること。でしょ？つまりね、どこにも体重を落とすこととは書いてないの。だからこそ、しっかりした知識を学ばないと、間違った知識、まあ、選択をし、結果的に体重を落とす、体脂肪率を落とす、健康的に、体を手に入れると思ってやってたはずが、逆効果になってしまうってことも、まあまあ、あるよね。そうね、例えばっていうと、特定のものだけを食べ続けるようなダイエットとかね。そう。で、リバウンドの仕組みもしっかり知らないと、簡単にリバウンドしちゃうってこともあるよね。まあ、そんなわけで、正しいダイエットをするには、まあ、こんなことが大事っていうのをちょっとまとめてある。そう、読めばいいんだけど、私これ、ボットサイトで、画像がないで見てる人も結構いるわけ。なので、画像がない人のためにちょっと喋ってる。でね、まず一番大事なのは、まあ、適切な目標体重と適切な目標期間。これね、目標体重の計算の仕方というか、みんなダイエットしようと思った時に、目標体重なんて、まあ、漠然と考えるよね。私が、16時間ダイエットを始めた時は、まあ、30、40日ぐらい前だけど、113.5ぐらいあったのね。その時に、の目標体重は、113キロの私がさ、目標体重100キロって言っても、まあ、100キロになったから、まあ、もちろん痩せて見えるけどさ、100キロじゃちょっと、だよね。そこで私はね、今までのダイエットもそうだけど、目標体重は常に平均体重、私173センチあるから、平均体重はっていうと、だいたい、66キロ。で、体脂肪率が17%が平均なの。まあ、年齢も加味してね。そう。で、それが目標体重になってるんだけど、実は、これから先ね、テキストを進めていくと、目標体重の正しい計算の仕方も出てくる。それでね、それで計算すると、私の、今現在の目標体重は、だいたい84キロぐらいなの。不思議でしょ？だから、正しい目標体重の計算の仕方すると、全然変わってくるし、正しい目標体重の計算の仕方が分かると、正しい目標期間も分かってくる。っていうのは、ダイエットはね、1ヶ月に0.05。だから、5%以下の、自分の体重の5%ぐらいが、ダイエットとして、1ヶ月に落としていい体重ってされてるの。
まあ、私みたいに100キロ超えると、1ヶ月5キロとかになっちゃうんだけど、1ヶ月5キロ、何十キロの5%って5キロぐらいだからね。うん、そうすると5キロ、1ヶ月に5キロってなかなかだよね。まあ、落とせたけどさ。そう。まあ、そうやって、適切な目標体重、適切な目標期間っていうのが分かるっていうだけでも違ってくる。そう。で、次にね、正しい食事と摂取方法と実行継続。まあ、それもそうだね。私もね、食事、特に、このテキストをしっかり読んでなかったら、後から出てくる GH 値は気にしなかったね。私もね、実はあんまりよくわかんないんだけど、ヨーロッパとかアメリカだと食品の GH 値を、表示するのがもう決まりのようね。でも、日本では GH 値が表示してあるのほとんどないというか、あまり見ないというか、そこまで気にしてないというか、そう。GH 値が何かっていうお話もまたいずれ出てくるので、皆さん、早めに興味ある人は GH 値を調べてみてください。まあ、簡単に言うと、血中濃度が、上がると、インシュリンがドババーって出るわけだけど、ドババーって出るインシュリンの出るスピードを、早いか遅いかっていうのが GH 値でわかるの。うん。だから、あまり GH 値が高い食品を食べると、バーって血糖値が上がった時にインシュリンがドドーって出ちゃうから、そうすると、どんどん体に脂肪を溜めちゃうと。それは困るよね。なるべくゆっくり、インシュリンが出てくれると、体の中に脂肪が蓄えるのがちょっと遅くなる。っていうことで GH 値っていうのはすごく重要視されてるんだけどね。まあ、そんなのも正しい食事と摂取法を知らないとわからないわけ。うん。もちろんテキストの中には食べる順番なんかも出てきてたね。うん。次に、生活リズムは運動習慣の改善。これも重要。私はさ、16時間断食をやってるから、まあね、寝る時間と、食事の時間は、まあ、もうそれはもう、お約束ごとのように徹底管理してるけど、運動習慣ってのは、まだ積極的に取り入れてない。ただ取り入れてないって言っても、私はさ、毎朝、片道40分歩いてさ、仕事に行ってるから、まあ、往復でだいたい1万歩ぐらいなのね。まあ、十分といえば十分かもしれない。うん。その他に、まあ、タバタトレーニングなんかも最近ちょっと取り入れてるんだけど、まあね、まだまだ。そして、その他正しい手法って出てるじゃない。でもその正しい手法って何かというと、例えばね、入浴の仕方とか、水の飲み方とか、水分補給のね、仕方とか、まあ、食事とかに関わるようなこともいっぱいあるんだけど、そういったね、本当にダイエットに必要な知識を身につけるために行動することが大事なんだと思う。うん。そう。だからこそ私は正しいダイエットを身につけるために資格を取りたいと思ってるのね。そう。で、次になんだけど、そう、次に行ってみようかな。で、その次には、正しいダイエットには、こんな考え方が必要よっていうお話。うん。でね、まあ、考え方。この最初のさ、何よりも健康が一番っていうのって、当たり前でしょって思うでしょ？ 私ね、テキスト読んだときに、そう思ったんだけど、若い頃、私は今48だけど、ねえ、10代、20代の頃は、体重を落とすダイエットの目的って違わかったよ、私は。みんなどう？まあ、どういうことかというとさ、私、若い頃はやっぱり、モテたいし、ね、夜の生活するときね、あまりね、不細工な体は嫌だなって、まあ、しっかり足も開いてあげたいし、なんて思ってたしね。まあ、健康よりも、美、
美しくありたいためにダイエットをするっていうのが、私のね、10代、20代、30、10代、20代の頃の目的だった。だから、健康が一番っていうよりも、下手すればさ、脂肪吸引の手術とかさ、なんか、いろんな美容整形あるじゃん。体重落とすみたいな。そう。だから、そういうのを駆使して、お金かけてでも、ちっちゃい体になりたかったよね。うん、なれなかったんだけど。かけなかったし、なれなかったし。そう。だから、当時は健康が一番だとは思えなかった。ただ、さすがにね、40過ぎたぐらいからかな。まあ、前回体重落とした時よりも、まあ、今回の方が正しいな。今回はね、もうさ、115キロ。今回のダイエットは、スタートした時は113キロぐらいだったけど、その前に、去年夏ぐらいは124キロぐらいあったから、だからね、もうね、歩くのも、仕事するのがとにかくしんどかった。重くて。うん。で、まあ、その頃はね、ちょっと、私のボットチャットでは、いずれ話すかもしれないけど、もう、テンションが、モチベーションがない状態、ダイエットに対して、しかも生きること自体にモチベーションがなくて、まあ、早くお迎えが来てくれたら、もう、受診でもいいや、みたいな状態だったの。私も、うつうつして。まあ、コロナが理由だったわけじゃなかったけども、まあ、そういう感じでね。だから、まあ、健康が一番、なんて、到底思えなかったし、まあ、体重が重くても、早く、世に行けるんだったらいいや、みたいな感じだった。でも、今回のダイエットは、やっぱりね、元々のダイエットの目的を再確認し、やっぱ、苦しいのよ。仕事で、重く、体が重いと。だから、正しいダイエットと、しっかりした、食生活と生活リズムを手に入れて、新しい自分に変わりたいと思って始めた。もちろん、新しい自分の先にやりたいこといっぱいあるしさ。そう。私の人生、まだまだこれからやりたいこといっぱいあるよっていうのを確認したからこそ、今、もう一度、しっかり知識を得てからダイエットしようと思って、今やってるのね。まあ、それがモチベーション、次の良いモチベーションなのかもしれない。そして、だからこそ必要な正しい知識。で、この正しいダイエットに、こんなことをかん、正しいダイエットのこんなことの、こんなこと考え方。これしようちょっとおかしいね。まあいいや。最後はね、間違ったダイエット方法をしない。うん。まあいろんなダイエット方法があるんだけど、今私がね、2級程度の知識で見る限りでも、やっぱりこれちょっとおかしいんじゃないかなっていうのは、YouTube にも、ね、本でもやっぱあるわけよ。まあそういうダイエット方法は、まあリバウンドにつながるからやめましょうっていうしっかりした知識を学ぶ必要があると思ってる。で、まあ今回の、問題の答えは、つまり健康第一って出てるぐらいだからね。やっぱりダイエットは健康優先じゃなければいけません。なので、問題ちょっと何だったか忘れちゃったけど、確か×かな。問題後で見て違ったらごめんなさいね。はい。まあ、そんなわけで、今日の、まあ、このようなアウトプット、チャレンジ企画アウトプットは、これで終わりますが、次は、また明日。毎日やっていきます。だって毎日やらないと、試験に間に合わないんだもん。だいたいね、10分から20分ぐらいの内容でお話ししていこうと思ってます。で、明日の問題は、こんな感じです。明日の問題は、じゃじゃん。ダイエットは、痩せるという意味ですか？丸かバツか。まあね、これも冒頭喋りすぎたね。もう答えは出ちゃってるというか、
言い尽くしちゃった。明日何を喋ろうか今から悩んでるけど、まあ、なんとかなります。そう。だんだんね、ポッドキャストというか、人前じゃなくて、マイクに向かって独り言喋るのが得意になってきたんだけど、さすがにね、この動画の時間と、動画の時間と、自分のおしゃべりを合わせるのがなかなかちょっと難しくて、まだまだ、この写真とかね、映像と合わせていくのは、私には敷居が高いというか、まだまだ研究が必要な分野ですけども、明日も明後日もその次も、ダイエットの、そう、私が、多分、ダイエットに、日本ダイエット健康協会のインストラクターになるまで、続けていくと思いますので、皆さん、ぜひ、飽きずにお聞きください。そんなわけで、今日のアウトプット企画、9-2-9-1、まこねのチャレンジ、インストラクターへの道はこれで終わりです。また明日。じゃあねー。